西側セルリアンタワー付近から見た渋谷駅周辺全域へ。中央のかまぼこ型の建物が東急東横線の旧駅舎。2本の高層ビルの内右側は渋谷クロスタワー、左側は青山パークタワー。その間のドームはありし日の東急文化会館のプラネタリウム。 写真右端を通る高架の道路は、首都高速3号渋谷線。渋谷駅は、東京都渋谷区道玄坂1丁目及び、道2丁目にある、東日本両閣鉄道、京王電鉄、東急電鉄、東京地下鉄の駅である。東京三大副都心の一角である渋谷に位置する、ターミナル駅である。JR や私鉄、地下鉄など、 複数の路線が集積しており、多くの郊外の通勤通学利用者が、千代田区、港区、中央区などの都心方面への乗り換えで当駅を利用する。利用者数は約330万人と新宿駅に次いで世界第2位を誇る。日本鉄道の駅として開業した1885年当時は、 新宿や池袋と同様に駅周辺は田園地帯が広がる東京市郊外の田舎の駅に過ぎなかったが東京市電や多摩川電鉄などの路面電車や私鉄路線が乗り入れるようになりまた東京が発展するにつれて郊外路線の沿線人口が大幅に増加し東京南西部のターミナル駅として成長してきた その後は1973年の渋谷パルコ開業を契機に、駅周辺は若者の街としての地位を確立し、現在は東京屈指の繁華街として発展している。戦前から東急が開発してきた歴史を持ち、東急グループにとって最大の拠点となっている。各路線の駅を呼び、周辺地域は東急グループ主導で大規模な再開発が進行中である。 JR 東日本の各線、KOE の頭線、東急電鉄の各線及び東京メトロの各線という4社の路線が乗り入れるターミナル駅である。JR 以外の各線はすべて当たり駅を起点、終点としている。JR、東急電鉄、東京メトロの駅は渋谷スクランブルスクエアと直結しており、また渋谷マークシティ、渋谷光へ、渋谷ストリーム、 渋谷福ラストは連絡通路を介して行き来することができる。JR 東日本の駅に乗り入れている路線は、線路名称上は山手線のみであるが、一般列車の運転系統としては、電車線を走行する環状線としての山手線電車のほか、山手貨物線を走行する最強線と湘南新宿ラインが停車し、 旅客案内ではそれぞれ別路線として扱われている。埼京線と湘南新宿ラインは線路とホームを共有している。なお、山手貨物線を経由する有料特急列車として、旧目黒川信号場から、品、鶴線を経由して、総武本線、成田線に直通する特急、成田エクスプレス、湘南新宿ラインと同じルートで、 東海道本線に直通する特急、湘南、東海道本線方面の特急、踊り子サフィール踊り子の新宿方面発着列車が停車する。また、特定特市内制度における、東京特内及び東京山手線内に属している。スビーのスリーレターコードが付与されている。慶応は、井の頭線が乗り入れる。井の頭南管区所属で、 関区長所在駅である。京王線系統と同様に、井の頭線にも、駅番号が与えられている。東急電鉄は次の2路線が乗り入れ、各路線ごとに、駅番号が与えられている。東京メトロは次の3路線が乗り入れ、各路線ごとに、駅番号が与えられている。東横線と副都心線、田園都市線と、半蔵門線はそれぞれ相互直通運転を行っている。 このため東横線、福都新線と、田園都市線、半蔵門線との駅は、東急電鉄と東京メトロの共同使用駅であり、4線を、東急電鉄が一体で管理している。渋谷駅周辺の白黒空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の特徴は、 山手線に沿った南北の細い谷の底を中心として駅が形成されている点である。当駅以外の首都圏の駅のほとんどでは地上を走る郊外路線は JR に並行してホームを構えているが、当駅は前述した地形構造から接続する各路線が安定した地形で路線敷設及び当駅の接続を行うことが困難であり、 多くの路線が JR と立体交差するように接続している。例を挙げれば、東京メトロ銀座線は当駅の地上3階を発車して地下に潜り、京王井の頭線と地下構えの東急東横線は都心部を走る路線でありながら次の駅にトンネルが存在する。廃止された東急玉川線は路面電車でありながら山手線の高架線と同じ高さに、 渋谷駅を構えていた。こうした大正期から続く像、改築により、多数の鉄道駅施設や商業施設、バスターミナルなどが立体的に絡み合い、連絡通路や階段が多いことから迷宮とも称され、利用者にはわかりにくい構造となっている。こうした状況と耐震性の向上やバリアフリーの観点から抜本的な改善が求められた。 2013年3月16日の東横線ホーム地下化に伴う東横線の高架式ホームの廃止に合わせて当駅並びに駅周辺の大規模な再整備が行われることになった計画の詳細については駅施設駅周辺の大規模再整備の項を参照のこと山手線のホームは旧東急百貨店東横店に挟まれており内回りが 島式ホーム片側利用、外回りが単式ホームの構造を持つ。それぞれ一面一線、合計二面二線を有する高架駅である。もともとは内回りが使用している島式ホームのみであったが、増加する乗客を裁くため、昭和期にホームを増設し、現行の方向別の形態となった。これに伴い内回りホームの外回り側に、 フェンスが設置された。なお、2000年代前半のリニューアルにより、このフェンスに広告スペースが設置されたため、内回りホームから外回りホームを見通すことがほとんどできなくなっている。最強線、湘南新宿ラインのホームは、島式ホーム一面二線を有する高架駅である。かつては、山手線ホームの東隣に、東急東横線の地上ホームがあり、 ホームを設置するスペースがなかったことから、当駅で貨物営業を行っていた貨物ホームの跡地に新設された。結果ホーム全体が山手線ホーム南端よりもさらに南側にあり、山手線を含む各線への乗り換えには最低でも5分程度はかかるため、南渋谷駅と揶揄されたこともあった。連絡通路には動く歩道が設置されていたほどで、山手線と埼京線、 湘南新宿ラインを乗り継ぐ場合は、東駅よりも、両線のホームが隣接している、恵比寿駅、または、池袋駅で乗り換えた方が便利だった。この問題は、東横線と福都新線の相互乗り入れ開始に伴う、東横線の地下ホームへの移転後、東横線高架駅を取り壊した後地に、埼京線、湘南新宿ラインのホームを移設したことで、解消された。さらに、 山手線ホームもより拡幅された、島式一面二線のホーム体制に戻る予定である。2018年5月26日から27日、及び6月2日から3日にかけて実施された1回目の線路切り替え工事によって、山手貨物線南行の線路が切り替えられ、埼京線、湘南新宿ラインホームの4番線側が、桁上げされた新しい線路の位置、 高さに合わせ仮設ホームに切り替えられた。約1両分ヤビス寄りにずれたほか、新宿よりは3番線との高低差が作られて、階段、スロープ、エレベーターでの行き来が必要となった。2018年12月1日からは、新ホーム予定地の一部を開放して、旧ホームへの連絡通路として使用。これに伴い元の連絡通路は閉鎖した。 2020年5月30日から6月1日未明にかけて実施された2回目となる線路切り替え工事によって埼京線湘南新宿ラインホームの移設が完了し八甲改札及び南改札と接続されている2021年10月22日終電後から10月25日初電にかけて実施される3回目となる線路切り替え工事では 2番線の線路を東側に横移動させた上で、同ホームの拡幅が行われた。また、これに先立ち、南改札が移設され、中央東改札が中央改札と統合された。以後も、1番線の線路を西側に横移動の上、山手線ホームを島式化する工事と、山手線の線路、ホームをかさ上げする工事が予定されている。 2018年4月28日、JR 渋谷駅、マスコットキャラの渋谷儀が誕生し、駅構内のところどころに、ポスター等が貼られている。乗り場改札、出口発車メロディ1989年3月から、新宿駅とともに、ヤマハ製作の発車メロディを使用していた。山手線のホームは2001年初頭に楽曲が変更された。なお、 2011年6月27日から7月31日までは、全ホームにおいて、コカ・コーラの CM ソング、オープン・ハパイニーズが使われていた。この曲は、東急東横線のホームでも接近メロディとして使用されていた。山手線ホームは定築、最強汚染、湘南新宿ラインホームは、五感工房制作のメロディを使用している。渋谷マークシティの2階に、 乗り場があり、東端式ホーム2面2線を有する高架機となっている。管区長所在駅であり、井の頭南管区として、東駅東松原駅間の各駅を管理している。乗り場乗り場は、南側から以下の通り。改札、出口すべてマークシティ内にあるが、西側に位置しているため、他の路線からは距離がある。東急電鉄が、駅管理業務を行い、 東京メトロは改札業務を東急電鉄に委託している。地下3階にある田園都市線、半蔵門線の駅、並びに地下5階にある東横線、副都心線の駅を一体的に管理している。各改札口付近にデジタルディスプレイが設置され、東急電鉄と東京メトロからのお知らせをそれぞれ表示する。田園都市線、 半蔵門線田園都市線の前身の一つである1977年4月7日、新玉川線開業と同時に利用を開始した、島式ホーム一面二線を有する地下駅。道玄坂下交差点から宮松坂下交差点の直下に位置する。田園都市線と半蔵門線は、相互直通運転を行っており、ホームを共有している。両線の木。 終点の駅ではあるが、ほぼすべての列車が直通運転を行う。田園都市線には当駅始発、終着列車が終日にわたり設定されていたこともあるが、半蔵門線には当駅始発、終着の定期列車は設定されておらず、大晦日から元日にかけての終夜運転及び、非常時における折り返し時以外には設定されていない。かつては、 ポイントが、表参道寄りにしか設置されていなかったため、田園都市線からの当駅折り返し列車は、表参道寄りに移動させて折り返す必要があったが、2008年に、反対側の池尻大橋寄りに、片渡り線が設置され、2番線から、中央林間方面へ発車できるようになった。同年12月に運転された、臨時列車から併用を開始し、 よく2009年6月6日のダイヤ改正からは、定期列車においても使用されるようになった。ただし、現在も表参道寄りに移動させて折り返す、定期列車は存在する。なお、2014年6月21日のダイヤ改正から2021年のダイヤ改正まで、設定されていた日中の田園都市線あたり、駅終着、始発列車については、当駅で、 東京メトロの乗務員へ交代した上で、東駅、半蔵門駅間を改層として運転した。エスカレーターは、A 段間活字から各階段に併設されているが、エレベーターは、道玄坂方面改札口にホーム階と結ぶものが1機、改札口階と地上に結ぶものが1機設置されている。また、東駅ホームと一層下の東横線。 福都新線連絡通路を結ぶ、エレベーターエスカレーター、階段があり、田園都市線、半蔵門線ホームと東横線、福都新線ホームは改札内連絡が可能である。定期券売り場は、当駅に東急と東京メトロがそれぞれ直営で設置していたが、前者は2008年5月31日、後者は同月23日にそれぞれ閉鎖され、その機能を統合し、 東横線、福都新線の改札外コンコースに移転した。半蔵門線が開業してからは長らく、A 段様式の発車表が1番線のみに設置されていたが、2003年3月19日の半蔵門線、押上延伸時から2番線にも設置され、同時に改札口にも設置された。東京メトロから、東急電鉄への駅業務移管後はすべて、 東急様式のものに置き換わっている。当駅は利用者が多いものの、ホームが島式一面二線かつ幅が狭いため混雑が激しくラッシュ時にダイヤの遅延が状態化している。東急ではこれまで折り返し列車の増発、列車本数そのものを増やすなど対策を講じてきたが、さらに列車の遅延が激しくなってきているため、 新たに上り専用ホームを増設し、二面三線の構造に変更することが検討されている。乗り場駅管理業務の伊関東駅が新玉川線の駅として開業した当初は、東急電鉄の管理ではあったが、低都高速度交通営団が駅主要部を建設したため、案内表示のサインシステムは、当時の営団地下鉄に準じたものが使われていた。 半蔵門線開業及び相互乗り入れ開始を機に、旧泳団に管理を移管したが、2007年12月2日から、田園都市線を運行する東急電鉄に、再び移管された。校舎の移管までは、東急電鉄の駅では、唯一他社管理駅だった。東横線、福都新線2008年6月14日の、福都新線開業と同時に利用を開始した。 島式ホーム2面4線を有する地下駅であり、明治通りの直下の地下5階に位置している。計画当初は、島式ホーム1面2線で計画されていたが、後に、東急東横線との相互直通運転が決定した、ことで、島式ホーム2面4線に変更された。2013年3月16日の東横線、福都新線の相互直通運転開始と同時に、 東横線の乗り場は、同日始発から、従来の高架ホームからこの地下ホームに移転した。この際、ホームを2両分横浜寄りに移転した。現在は、島式ホーム2面4線の構造であるが、福都新線開業から東横線との相互、直通運転開始までは外側2線のみ、使用されていた。 それまでは内側2線は使用されず、2012年6月30日終電までは、部分的に両ホーム間を結ぶ、仮設の連絡通路が設置され、実質一面2線のホームとして機能していた。東横線との相互直通運転開始に先立ち、2011年10月より、仮設通路の撤去が順次開始され、2012年7月1日始発からは、 両ホーム間の行き来ができなくなり、内側2線の整備や横浜型にホームを延伸する、工事、和光仕方の仮設ホームの撤去工事、コンコースの拡幅などが行われた。中線である4番線、5番線を利用して、東横線方面、福都新線方面の双方の電車が当駅で、折り返し運転を行えるように、それぞれ両当たり線が設置されている。ただし、 引上げ線は当駅には設置されず、その代替として、新宿三丁目駅の東新宿寄りに設置されている。このため、朝、夕に、東横線からの新宿三丁目行が設定されている。東横線方面からの列車には、福都新線には直通しない、東駅折り返し列車が終日に渡たり多数、設定されており、その大部分は、各駅停車が占める。 早朝、深夜の折り返し列車の一部は、福都新線ホームである5番線から発車するが、大半の折り返し列車は、当駅直前の渡り線を利用して、福都新線ホームとは、反対側の4番線に到着することから、東横線から引き続き、福都新線を利用する場合は、事前に福都新線、直通列車に乗り換える方が便利であるため、車掌による案内も行われている。 一方、福都新線への当駅始発列車は平日ダイヤの始発と夕方の計2本と休日ダイヤの始発と夕方以降の計4本のみであり、福都新線からの当駅終着列車は2021年のダイヤ改正以降は和光市始発渋谷駅終電が設定された。前述した田園都市線、半蔵門線の駅とは異なり、当駅は 東急電鉄と東京メトロが工事を分担した。駅管理は副都心線開業時から東急が行っていたが、これは東横線と副都心線の相互乗り入れ開始時に、東駅と田園都市線、半蔵門線の駅を一体的に管理するためである。副都心線の開業と同時に、東急電鉄直営の定期券売り場が開設されたが、 東京メトロ直営の定期券売り場は当駅になく、旧銀座線の改札外コンコースにあった。しかし、銀座線の駅移設に合わせ、2019年12月27日に閉鎖されている。東京メトロの定期券は当駅の定期券売り場で購入可能であるが、発売される、券種は限定されている。福都新線と半蔵門線は、 相互の改札内乗り換えが可能である。一方、銀座線の駅は引き続き東京メトロが管理し、改札外乗り換えとなる。そのため、副都心線と銀座線を乗り継ぐ際は60分の乗り換え時間の制限が設けられ、切符で乗り換えるときは同駅での乗り継ぎ用自動、改札機を通る必要がある。また、半蔵門線経由で、 表参道駅で乗り換える方法もある。2013年3月15日までは、田園都市線、半蔵門線と乗車券の扱いが同一であるため、乗り継ぎ用自動改札機は東急における、田園都市線と東横線の乗り継ぎの扱いにも対応していた。駅の設計は建築家の安藤忠雄である。駅全体は、地中線をテーマとしたデザインが施され、 新宿三丁目駅や明治神宮前駅と同様に、ホーム会からコンコース会に達する円形の吹き抜けが設置されており、当駅のホームにも地中線をイメージした模型が設置されている。地下駅でありながら機械を一切設置しない自然換気システムを世界で初めて採用するとともに、ホームの床下や天井には冷水を循環させる放射冷房システムも採用し、 地球環境に配慮した設計を取り入れている。なお、自然換気システムは東急文化会館跡地に建設された複合施設、渋谷光へ開業までは仮設の換気等を設置して対応した。発車ベルメロディとして、東横線の3.4番線ホーム及び5番線からの東横線始発列車にて、デパーティングフロムニュー、渋谷ターミナル。 福都新線の5番線ホームにて、おとぎのワルツ、6番線ホームにて、アイステーションを使用している。有料座席指定列車、S トレーンは、土曜、休日ダイヤのみ東横線、福都新線に入線し、当駅にも停車する。なお、当駅から、東京メトロ線内のみの乗車はできない。乗り場同一事業者た路線の、渋谷駅との関係東京メトロの路線である、 半蔵門線、副都心線と銀座線の渋谷駅は改札口が別であることなどから事実上別の駅として扱われている。このため、田園都市線と銀座線の乗り換えは、半蔵門線との対面乗り換えが可能な表参道駅が案内されるが、副都心線及び田園都市線と銀座線の改札外乗り換えが可能であるため、 福都新線が開業した当初より、駅の乗り換え案内に、銀座線が表記されている。アナウンスは福都新線とまとめられ、地下鉄線と案内される。東横線、福都新線の総合乗り入れ開始までは、東急電鉄の路線である、東横線と、田園都市線の渋谷駅は、駅舎、改札口が別であったことなどから、別の駅として扱われていた。このため、 東横線の自動券売機で購入した乗車券では、田園都市線のホーム、田園都市線の自動券売機で購入した乗車券では、東横線のホームに入場できなかった。渋谷駅で、東横線と田園都市線相互の乗り換えは改札外乗り換えとなり、30分の時間制限が設けられていたほか、切符で乗り換えるときは、 乗り継ぎ用自動改札機を通る必要があった。さらに、東急線各駅までの運賃も異なっていたが、現在は、実乗車経路に関わらず、乗降不退機間の最短経路で算出された運賃で乗車可能になっている。銀座線、半蔵門線の渋谷赤坂見つけ、長田長官は、同一路線とみなされているため、運賃も同一である。なお、 銀座線渋谷駅が明治通りの上に移設されたことにより、銀座線の渋谷表参道間の駅間距離は 1.2km に短縮されたが、運賃計算は半蔵門線の 1.3km が適用される。改札、出口田園都市線、半蔵門線側東横線、副都心線側副都心線の開業と同時に、渋谷光栄一改札が設置されている。 2013年3月11日には、相互直通を目前に、渋谷光へに改札が、共用開始された。場所は、渋谷光へ1改札の対面となる。また、相互直通開始時には、C1C3 番出口が、共用開始された。国道246号を地下で越え明治通り、恵比寿方面へのアクセスとなっている。 この通路現在6時23時まで通行化となっているが、通路は現在仮設となっており、通行可の時間帯以外は内装工事を進めており、ここには東口地下広場が整備される予定である。旧東横線ホーム東横線高架ホーム時代の各社の渋谷駅一関係山手線ホームの東側に乗り場があり、 東端式ホーム4面4線を有する高架駅。1964年の改良工事完成後の形態となっているが、屋根がかまぼこ型になっていた。なお、それ以前は貨物ホームも設置されていた。エレベーターとエスカレーターは正面口にあった。2013年3月1日から高架ホームが使用終了する15日まで到着ベルメロディとして、 ファイナルアプローチが使用されていた。発車表は改札内設置のものに加え、2000年代に入ってから、改札外にも液晶ディスプレイを5枚横に並べた大型のものが設置された。この液晶ディスプレイ型のものは、横浜駅に先着する列車も一目でわかるようになっていた。前述の通り、2013年3月16日の東横線。 福都新線との相互直通運転開始と同時に、東横線乗り場は、高架ホームから福都新線の地下ホームに移転した。高架の旧ホームは、同年3月26日から5月6日まで一部区画が、イベントスペース、渋谷駅跡として利用された後、解体され、跡地には、最強線、湘南新宿ラインの新ホームや、渋谷ストリームなどが建設された。 地下化された後の駅については、東横線、福都新線の不死を参照のこと。乗り場東側から以下の通り、廃線図開業以来、東急百貨店東横店、西立3階の位置にあったが、2020年1月3日に、約130メートル東側の明治通り上に、移設され、同日の始発より共用を開始した。 一面二線の島式ホームを有する高開駅改札口は、明治通りを挟んで東側に、明治通り方面改札と光江方面改札が、西側にスクランブルスクエア方面改札がある。銀座線で唯一地上部に位置しており、他社管轄の渋谷駅と比較すると最も高い位置にある。ホーム全体を覆う屋根は、それぞれ型の異なる。 M 字型の構成アーチを2.5メートル間隔で45本並べ、その上から雨の侵入を防ぎつつ、換気を最大限に行えるようにアルミの引き抜き材で構成している。また、駅舎部の線路が JR の線路をまたぐために緩やかな上り勾配になっていることや駅舎上部を将来的に線路とは逆勾配となっているスカイウェイを通すため、 断面形状が西側に行けば行くほど幅が広く、天井が低くなっている。渋谷光栄光栄デッキは2021年7月15日に供用開始。もともと地上にホームが設置されたのは、東駅周辺の急勾配を建設当時の電車が登れる見込みがなかったことに加え、銀座線の新橋駅、渋谷駅間を建設したのが、 東急系列の東京高速鉄道であったという歴史的経緯によるものである。当駅の先には渋谷駅構内側線が置かれているが、この構内側線は旧東急玉川線の二子玉川駅方面へ延長する予定であったルートの一部分である。旧渋谷県尺と旧東急玉川線渋谷駅。 京王井の頭線渋谷駅の再開発に伴い、現在は渋谷マークシティ3階に移設されている。移設前は2面2線の相対式ホームであった。2番線と1番線が完全に分離されており、1番線に降りると一旦改札を出る以外に移動手段はないため、間違えて、ここまで乗ってしまった方は、窓口までという胸の張り紙が掲示されていた。 現在は一番線ホームがそのまま新ホームに向かうコンコースに転用されている。また、移設前は一番線に到着したすべての電車を一旦校内側線まで引き込ませた後で折り返して二番線に入線する形態をとっていた。しかし移設後は表参道型に両当たり線が設置されてホーム上での折り返しが可能となり一番線の先に車止めが設置され、 二番線のみが、構内側線に接続する構造となった。同一事業者の半蔵門線、福都新線ホームとは、改札口が別で、事実上別の駅として扱われている。銀座線から福都新線へ乗り継ぐ際は60分の乗り換え時間の制限が設けられ、切符で福都新線に乗り換えるときは、乗り継ぎ用自動改札機を通る必要がある。銀座線改札口から、 パスもスイカ等の各種 IC カードで入場する場合、残額が東京メトロの初乗り運賃の168円未満であっても、東急線の初乗り運賃である126円以上であれば入場が可能である。また、東急線の乗車券も使用できる。これは東京メトロ、半蔵門線、福都新線と東急東横線。 電園都市線の渋谷駅が同一構内にあるために発生する下象症である。半蔵門線の駅業務は福都新線開業に関連して2007年12月2日の始発より東急電鉄に移管されたが銀座線の駅業務は福都新線開業後も東京メトロが引き続き管理している。 乗り場発車メロディー説前の2018年11月22日からスイッチ制作の発車メロディーを使用している。改札、出口移設工事の用水設前の様子2018年度における各社合計の1日平均上工事員は約334万人で新宿駅に次ぐ世界第2位である。また、東急電鉄渋谷駅は私鉄駅としては 世界一の上皇辞任である。ただし、これは、東急の二路線と東京メトロの二路線による直通辞任が含まれた値である。直通辞任を除いた2011年度の1日平均上皇辞任は、約230万人であり、新宿駅、池袋駅、大阪、梅田駅に次ぐ、第4位となる。各年度の1日平均上皇辞任は、下表の通り、 京王電鉄の年度別1日平均乗降人員、各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り。八甲口を中心として、駅界隈は日本を代表する、繁華街の一つとなっており、若者の街として知られる。また、駅周辺には、渋谷百0文化村、渋谷光へ、渋谷スクランブルスクエアなどの東急グループの、各種施設が多数集積することから、 俗に、東急村と呼ばれることがある。渋谷の代表的な光景である、渋谷スクランブル交差点に通じる出口であり、渋谷のシンボルとして知られる、中堅、八甲の銅像があるのもこの出入り口前の広場である。渋谷センター街方面にかけて、大規模な繁華街が広がる。スクランブル交差点を囲む、ビル群には2000年代以降、 合計4機の大型スクリーンが設置されている。また、かつてはこの近辺で歩行者天国を実施していたが、2002年12月28日をもって廃止となった。スクランブル交差点からは、センター街、渋谷パルコ方面や NHK 放送センターへの道筋である、渋谷公園通り、渋谷109、東急百貨店本店方面への道筋である文化、 村通り、道玄坂方面に通じる。住宅地である小島、上山町方面へもこの出口の利用となる。また、八甲口前には2006年10月26日に、初代東急5000系で、派50001号車のカットボディが設置され、観光案内所として利用されていたが、再開発工事に伴い、秋田県大館市へ移設されることとなり、2020年8月3日に、 搬出された。名称は、かつてこの出口付近に、東急玉川線の乗り場があったことにちなむ。京王井の頭線の駅改良工事を含む、再開発によって、渋谷マークシティが建設され、主な客層を若者よりもやや高めの年齢層にした、専門店やオフィス、ホテル、バスターミナルなどで構成される、複合商業ビルである。主に、東急バスと、 KO バスが発着する西口バスターミナルや東急プラザ渋谷がある。セルリアンタワー東急ホテル、玉川通り、桜川丘町方面もこちらの出口を利用。待ち合わせ場所としても使われるもやい像がある。渋谷スクランブルスクエア渋谷で最も高いビルである渋谷スクランブルスクエア東等が直結しており、 オフィスや商業施設、屋上展望台が併設されている。駅前にはバスターミナルがあり、主に都心方面に向かう都営バスが発着している。また、駅前の明治通りと国道246号の交差点には、1968年に完成した歩道橋、マンモス歩道橋があって、 首都高速3号渋谷線の高架橋とも立体交差している。六本木通りや渋谷警察署へもこの出入り口の利用となるほか、東口正面には2003年6月30日まで東急文化会館があり、駅と連絡橋で接続していた。この建物は解体され、2012年4月26日には高層複合施設渋谷光へとして、 再開業した。同時に渋谷光へに接続する新たな連絡橋が設置され、古い連絡橋は撤去された。東口のバスターミナル付近はかつて都電の駅であった。また、東口は宮増坂にも通じるが、東口のうちこの坂に近い北側部分は、宮増口と呼ばれて区別されることもある。東口の銀座線より北側の通称、 宮松坂のほか、明治通りの原宿、新宿方面、宮下パークや、備蓄公園、東京都児童会館へもこの出口の利用となる。最強線、湘南新宿ラインホームからのみ出られる。ホテルメッツ渋谷が駅に直結している。西側には直通していない。高述の駅施設、駅周辺の大規模再整備に伴い、最強線。 湘南新宿ラインホームが北側に移設され、新南口が切り離されて、孤立状態になってしまうことから、移設完了後の2020年春以降に閉鎖する。方向で調整していたが、2020年6月1日以降の新ホームの共用開始以降、旧ホームを連絡通路として経由することで利用できるようになっている。2018年の渋谷ストリーム開業と同時に、 官民連携で付近を流れる渋谷川や川沿いの遊歩道の整備も行われた。都営バス、東急バス、渋谷区、コミュニティバス、八甲バスが乗り入れており、おおむね以下の2カ所の乗り場に分かれる。担当営業所は以下の通り。宮松坂口から東口付近都営バスは渋谷駅前停留所、東急バスや八甲バスは渋谷駅東口停留所にて発着する。 渋谷東急0ホテル付近、渋谷駅東口停留場にて、都営バスの路線が発着する。都営バス、小田急バス、京王バス、京浜急行バス、東急バス、東急トランセ、渋谷区、コミュニティバス、八甲バスが乗り入れており、おおむね、西口一帯に広がる。担当営業所は、以下の通り。西口付近都営バスは、 渋谷駅前停留所、東急バス、京王バス、小田急バスは、渋谷駅停留所、八甲バスは、渋谷駅西口停留所にて発着する。八甲口付近、渋谷駅、八甲口停留所にて、富士エクスプレスの路線が発着する。109メンズ付近、渋谷駅西口停留所にて、都営バスの路線が発着する。日本経済大学付近、 渋谷駅停留所にいて、富士エクスプレスの路線が発着する。高速バス、空港連絡バスが発着する。東京都と渋谷区は、2008年6月30日に、渋谷駅外区基盤整備方針を発表した。また、2009年1月には、渋谷駅外区基盤整備都市計画変更のあらましを、公表した。2010年10月14日、 渋谷駅外区土地区画整理事業が施行認可された。施行期間は同年度から2026年度までの16年間となっている。整備内容は以下の通りである。バス乗り場の変遷渋谷駅外区土地区画整理事業によるバスターミナル整備工事によりバス乗り場がたびたび変更されている。 変更はいずれも通勤・通学に影響の少ない日曜日の始発より行われている。出店、渋谷フューチャー、渋谷行きが行くと地区各整理事業、お知らせ、東日本旅客鉄道の特急、成田エクスプレス、踊り子サフィール踊り子、湘南については、当該記事を参照。注釈出店報道発表資料新聞記事、ありがとうございます。